では外装フロントバンパーから見ていきます、後期のバンパーが入ってますね。ムーロックメタリックに全塗装されているので、まあ、結構ねこの塗装状態は綺麗ですね、まあ、ちょっとしたこういうちっちゃい飛び石はありますけれども、まあ、このリップ周り見てもらっても分かる通り大きなすれとか傷っていうのはないですね、まあ、この辺の飛び石とかぐらいですかね。バンパーの方もこんな感じでちょっと飛び石傷があるぐらいですね。ヘッドライトも後期の純正に変わってとてもクリアな、状態です。ボンネットの方は、まあ、目立つようなへこみはなくて傷の方も特に大きいのはないですね。左のフロントフェンダー見てみたいと思います。傷は特に大丈夫そうかな。はい、ホイールがレイズ C28 入っております。タイヤがコテンザのですね RE71R、 サイズがフロント22545の17ですね。タイヤの溝はもうこんな感じでかなり、残っております。ドアミラーの床も綺麗ですね。まあボールペンされてるんでね非常に綺麗ですよね。こんな感じ。サイドステップ周り、まあ、ちょっと乗り降りの時についたような、まあ、こういうようなねちょっと擦れたような傷っていうのは、見受けられますけれどもそんなに目立たないですね。ここちょっとエクボのへこみがありますね。まあ、大きな傷はリアフェンダーの方もなさそうです。へこみなんかも大丈夫そうですね。はい、リアのホイールです。左リアもがれ傷特になく綺麗な感じですね。リアのタイヤサイズは255/40/18 ですね。タイヤの溝はリアもこんな感じで、かなり残ってます。でリアバンパーは AP1 純正のままですね。まあこんな感じでリアバンパーも傷は大きいのは見当たらないですかね。マフラーが無限ですね。はい、テールレンズは後期の、テールレンズが移植されているといった感じです。トランクは、まあ、へこみ特になく傷なんかも目立つのはないですね。はい、右リアフェンダーです。こちらも綺麗ですね。右リアホイールの方もガリ傷もなく綺麗な状態。運転席のドア、こちらも綺麗ですね。サイドステップでここちょっと塗装の剥がれがありますね。他は特にサイドステップ周りでは気になるところはないですね。右フロントのフェンダーも、ご覧の通り綺麗な状態です。へこみをちょっとチェックしてみたいと思います。目立つ大きなへこみもないですね。右フロントのホイールもガリ傷大きいのはないですしホイールもガリ傷で4本ともないですね。でホロはガラスホロに、交換されています。ちょっとねここだけ亀裂が入って、補修の布が貼られているといった感じですね。まあでもホロ自体はね結構綺麗ですよ。こんな感じで、はい、まあ、前期の後期仕様ですね。ムーロックメタリックに綺麗に塗装された外装になっております。以上です。